とはいえ妖精ちゃんはカラスにお日さまの果物を取られて大泣きでしたつぐみが声をかけます「泣かないで妖精ちゃん僕と一緒にお日さまの国まで来てもいいよ」そこななら素敵なお日様の果物も いいっぱい木になってるからさ君はかなり軽いから僕の背中にうまく乗れると思うし」それを聞いた妖精ちゃんはもう嬉しくって森中をぐるぐると踊りながら歌いました「あたし!」 おさまのくににいけるのおひさまのくにまでわたれるの。